はい、お電話ありがとうございます。ジャンクショップ平凡です。ちょっとお尋ねしたいんですけど。はい。そちらのお店でオールメイト用の S2 型カスタムパーツって。はい、扱ってます。在庫もございますが。あ、そうですか、わかりました。ご注文でしょうか。あ、いえ。はい。あの、突然こんなこと言うのもどうかと思うんですけど。はい。もしよかったら、いや、その、なんていうか、ほら、声がね、あなたの声、いえいえ、そんな、まさかとんでもない、大変恐縮です。実はですね、先ほど S2 型カスタムパーツのお話をされてましたが、今度そのシリーズの新しいタイプを、それでですね、ただいまお得意様だけに特別にご紹介するという形で予約を受けたまわっているんです。おそらく人気商品なのですぐに売り切れてしまうと思うのですが、今予約していただければ確実にご、もちろんこれはお得意様限定の特別なご案内ですので、ご予約いただければ。さあ、サービス。はい、サービス。じゃあぜひそれ予約します。かしこまりました。ありがとうございます。それでは今からお客様の個人データをお送りください。はい、ありがとうございました。確かに。それでは今後とも当店をどうぞごひいきに。はい、どうも。寝るか。どれどれ。囚われの姫？好きあり。好きだらけだな。だ
ダサいのよあんた。悪ガキ。お前らな。ここは遊び場じゃねえって何度も言ってるだろう。学習能力ないのかお前ら。ああ、オーバがエッチなメール見てる。え？嘘。おりろバカ。エッチなメール、エッチなメール。青葉変態男って不潔ね。ちげえよ、それはヤバい物の売買をするメールなんだよ。だってこの店モングリー、やっぱりダサいわこの店。ん変態で不潔でモグリの青葉は逮捕だな。そうね。はい、はぁ。お前ら、いい加減どけ。わぁ。ねえねえ、あの棚の上にあるの何に使うのかな。きっと誰かを倒すための道具なんだぜ。怖い、男ってやばね。お前らなって、げっ。なあ、もう最悪じゃねえか。今日の届け先はちょっと遠かったな。ハガさん、遅くなりました青葉くん。いや、君たち、こんにちは。来てたんですね。よ、あれ取ってよ。ちょっと待ってろ。よっと。そりゃ、器用ったら意外と小さいのね。なんだと？こら、君たち。店の中で遊んだら危ないよ。怪我をしてしまうからね。君たち、もううるさいな。うるさいハゲ。あ、そう、なんとおっしゃいました。さあもう一回言ってみてください。最初の言葉は、はあ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 、よし帰るぞ。帰るわよ。そうだ店長、そうだそうだ、聞いてくださいよ。 A パーツの S シリーズの注文が最近また増えてきたんですよ。
す。はい。いやー、さすがですね。やっぱり店長の読み通りでしたね。前月より売り上げ 50% 増しですよ。そうですか。そうです、増量です。売り上げ倍増です。売り上げ倍増、それはそれは良かったです。そんなに売れてるということでしたら、もう少しストックを厚くしておきましょうかね。いやー、本当に全く困った子供たちですね。ですね。やんちゃすぎるところさえなければ可愛い子たちなんですけど。ですよね。そうだ、青葉くん。申し訳ないんですけど、この荷物を発送してきてもらえませんか。今日はそのまま上がって構いませんので。いいんですか。ええ、実はですね、これから急にお客さんが来ることになったんです。だから今日はお店も早めに閉めようと思って。そういうことなら了解っす。それじゃ行ってきます。あと、お疲れ様でした。はい、お疲れ様。気をつけてね。レン、起きろ。青葉、運び屋まで行きたいんだけど、一番早いルートを検索してくれ。了解。東の241通りは検問のために封鎖。バスは点検のために運休。北のターミナルを迂回した方が早い。そっか、サンキュー。よっしゃ、それじゃ行きますか。
青葉。どうした？考えすぎだ。思考回路がショートするぞ。マジか？つか、どんだけ貧弱な思考回路なんだよ、俺。比較対象をごく一般的な成人男性として、その思考回路の強度を仮に100とすると、青葉の思考回路の強度は。いい、そういうのはいいから。その説明で余計にショートする。そうか。青葉、近道をするなら次の道を右だ。あっぶね、通り過ぎるとこだった。でさ、本当にあったらしいんだよ。こう、いきなり頭の中を乗っ取られるっつうの。なんだそりゃ、強制ライム参加かよ。そうそう、まさしくそれだよ。道端でいきなりライム仕掛けられて、しかも相手がすっげー強いんだって。でもそれって、雨水がいない状態ってことだろ。なのにライムとかできんの。それができるらしいんだよな。よくわかんねえけど。つか、準備も何もしてねえのに戦うとか無理じゃね？拒否れねえの？問答無用らしい。とにかく強制的に引っ張られてボコられるってんで、まさしく辻斬りだよ。やべえなそれ。
ん？割に大したことねえな。せっかく彼女の前だってのに台無しじゃねえか。キャー、こうちゃくさん。かっこいい、素敵。あの本当にすみませんでした。私も公爵さんに髪を結ってもらいたいって彼にわがままを言ってしまって、それで生意気なのよ。そうよ、部をわきまえなさいよね。お嬢さん、そう思ってくれるのは神唯冥利に尽きるぜ。けどな、みんな俺の大事なお客さんなんだ。順番はちゃんと守ってもらわねえとな。はい。彼氏もちっと強引だったが、あんたを思ってのことだ。あんまり責めてやるなよ。また日改めて来てくれ。そん時は歓迎するからよ。ちょっと、いつまでそこにいんのよ。どいてよ。あの、公爵さん、汗かいたでしょ。これ、さっき買ったばかりのハンカチなんですけど、もしよかったら、使ってください。いや、そりゃ悪いだろう。気に入って買ったんだろう。自分で使いな。いいです、公爵さんに使っていただけるなら。このハンカチも本望です。本望ね。そこまで言われて断ったんじゃ男がスタルってもんだ。そんじゃありがたく使わせてもらうぜ。ありがとな。さっさと行くか。アオバ、おい待てって。アオバ、やっぱりアオバじゃねえか。ああ、なんだよ水くせえな。いたんなら声かけろって。ああまあ仕事中に通りかかっただけだし。
仕事中？配達か。つか、お前も仕事中だろ。なんか騒ぎになってたけど。ああ、こいつが列を無視しようとしたからよ。ちょいと軽くな。お前いい加減にしとかないと、そのうち刺されるぞ。刺される？誰に？見りゃわかるでしょうが。まあ大丈夫だろう。つか、俺がそう簡単に刺されるように見えるか？とにかく女遊びはほどほどにしとけよ。陰で泣いてる女がどんだけいるんだか。んなこと言ってもな、しょうがねえだろう。スエゼン食わぬは男の恥だし、女はこの世の宝だし。女は綺麗で可愛い。だからみんなに優しくしてやりたいんだよ。まあそれはそれでいいんじゃないですかね。じゃ俺もう行くわ。お、光沢さん早く。ちょっと、次は私が言ってもらう番なんだから。ああ、そうだ、また近々お前んとこ行くから、タエさんによろしく。へいへい。いらっしゃいませ。あら、青葉ちゃん、毎度お疲れ様です。これお願いします。はいはい、預かるわよ。
それじゃ失礼します。青葉ちゃん、この後はお店へ戻るの？いや、今日は帰ります。店長が店早く閉めるから、これ終わったら帰っていいって。あら、そうなの、いいわね。だって今夜はダンナラの最終回じゃない。リアルタイムで見られるじゃないの。ダン？何ですか？やったん、もこの間教えてあげたばっかりじゃない。あ、そうでしたっけ。何でしたっけ。ドラマよ、ドラマ。チークダンスでさようならよ。今日でついにどちらをパートナーに選ぶか決まるのよ。私は断然カイザー松岡がいいと思うの。あの爽やかな笑顔にちょっぴりのエスケがたまらないのよね。はあ。じゃあ俺そろそろ。そういえばね、アバちゃん聞いた？ほら、あの話よ、あの話。もしかしたら知ってるかもしれないんだけど。あるじゃない、あの治安が悪い地区。もともといい噂のないところだけど、最近特に物騒な噂を聞くのよ。はあ。あの辺にね、超極悪非道な死刑囚がリーダーをやってるチームがいるらしいのよ。ああ、スクラッチでしたっけ。なんかヤバい連中が最近よく出没するみたいですね。そうそう、刑務所の囚人たちで作られたチームらしいじゃない。確かちょっと前にもあの辺で誰か誘拐されたとか、建物が壊されたとか、そんな話があったでしょ。怖いわよね。夜道なんておちおち一人で歩けないわよ。警察なんて全然頼りにならないしね。それどころか警察だって私たち何するかわからないし、ほんと生きにくい世の中よね。あー、やだやだ、私も早く帰りたいわ。ねえ、もし帰りに襲われちゃったりしたらどうしよう。え、大丈夫じゃないですかね。なになに、なに、青葉ちゃんひどい。私の一体何が大丈夫だって言うのよ。あ、じゃ俺はこの辺で。お疲れした。ちょっと、え、あの青いのはどうしたのかしら。あら、プララちゃん、レンちゃんに会いたいの。そうよね、クララちゃんとレンちゃん仲良しだものね。ああ、今日は会いにくい家に。そのカバンに入っているんでしょ。私に挨拶もしないで帰るつもり。青葉、どうした。レン、クララちゃんにご挨拶。
の？まだ眠っているのかしら。ごきげんよう、クララ。ごきげんよう、レン。ほんとに、クララちゃんとレンちゃんは仲良しね。それじゃあ挨拶も終わったし、今度こそこの辺で。ああ、待って、ちょっと待って、おばちゃん。え、もう一つだっけ。ちょっと待ってね、悪いわね、帰るところ。ねえ、お疲れ。避けて通れないのであれば仕方ない。青葉こそ大丈夫か。うん、なんとか。さあ、帰るか。これブレインナッツのジャケットじゃん。なあ、このデザインって今プレミアついてるやつじゃね。やべえ、俺これすげえ欲しいんすけど。なあお兄さん、駅前の店で売ってるよ。ちょっと待てって。お前なんだよその態度。俺は今ここでこれが欲しいって言ってんだよ、聞こえつかさ。俺らバグボムなんだけどさ、知ってるよねバグボムで。何舐めてんの。出せ。ああ、おい今なんつった。出せっつったんだよ。ああ、おめえどこのチームよ。入ってねえし。はあ、まさかのノーマーク。マジか。ありえねえ。
へえ、ノーマークってことはやっちゃっていいんだ。余裕っしょ。お兄さんさ、ちょっと一緒にあっち行こうよな。その辺にしとけよ。ああ、こいつに絡むと顎砕かれるぞ。はあ、何、お前誰。ああ、おい、やばいよ。何がだよ。こいつドライジュースのヘッドの水木だ。はあ、ドライジュース。こいつの必殺技知ってるか。キツネのかかと落としっつーの。一発食らうと顎砕かれるぜ。ドライジュースなら最初からそう言えよ。行こうぜ。だっせーな、おい。逃げるくらいなら最初から喧嘩売るなっつーの。よ、久しぶりだな、青葉。水木、キツネのかかと落としってなんだよ。お前の足技の話だよ。名前はさっき適当につけたけど、でも顎砕いたことあるのは間違ってないだろ。何年前の話だよ。俺は今でもよく覚えてるけどな。つかお前がこの時間にこの辺にいるって珍しいな。はあ、まあな。ようやく来る気になったか、ドライジュースに。まさか、そういうの嫌だっつってるだろ。チームも入ってみりゃ意外といいもんだぜ。とにかく面倒いの嫌なの俺は。知ってるよ。でも最近はうちも結構微妙なんだよな。微妙？そうか。お前んとこ相変わらず最強だろ。あれだよ、ライムのせいだ。ライム？うちのメンバーもちょろちょろ流れてんだよ。ライムなんて頭脳戦っていや聞こえいいけど、所詮はただの妄想ゲームだろ。まったく、どこがいいんだかわけわかんねえよ。妄想で縄張り守れるかっつーの。まあ確かにな。それから神隠しだ。神隠し？聞いたことあるだろう。昔リブのチームが丸ごと全員行方不明になったって話。まあ、あるけど、でもあれって都市伝説みたいなもんだろ。しかも10年くらい前の噂だし。
どういう理由かは分かんねえんだが、最近ぱったり見かけなくなったチームがいるんだよな。ヘマでもしてヤクザに締められたとかじゃねえの？それが消えたチームのメンバーが数日経ってからフラッと帰ってくるってのが起きてな。でもそいつ何も覚えてなかったらしい。自分のことも忘れてて、まるで脳が壊れちまってるような感じだったらしいぜ。でも神隠しって確か犯人はあのモルヒネだってオチじゃなかったか？モルヒネ自体が都市伝説みたいなもんだし。ま、そうなんだけどな。犯人がモルヒネじゃないとなると、もしかしたらライムやってる奴らの仕業じゃねえかとか考えたりもしたんだけどな。そりゃちょっと話がぶっ飛びすぎだろ。本気で言ってるわけじゃないぜ。ただ最近奴ら調子に乗ってきてるからな。だからって神隠しまでやって、しかも人の頭をおかしくするとか、どんなことできんのか？そこまでやれるんなら何かしらの騒ぎになってるだろう。いや、分かってるって。だから俺も本気で言ってるわけじゃない。ライムか。なんか気分悪いな。そろそろ行くわ。また今度店に顔出せよ。なあ、んじゃな。どうした？なんでもねえよ。行くか。うわあ！うすい！うすい！うすい！来た来た！うすい！さあ、お待たせしました皆さん、これよりライムを開始します。本日の第1戦目はライムネームプレイヤー VS ルート44の対戦だ。プレイヤーはこれまで5回参戦、3連勝中。一方ルート44は初参加。
果たしてニューカマーが連勝記録を止めるのか、それとも、さあプレイヤーの方は準備が完了したようだ。ルート44の方も両者とも準備完了。それじゃあ早速始めようか。ゲームスタート。青葉、大丈夫か？ああ、大丈夫。そうした方がいい。ん？こんばんは。やっほー。どうしたんですか？気分でも悪くなりました？人酔いでもした？ウィルス&トリープ！お前らなあ、まあそんなとこかな。アオバ、気分はどうだ？まあまあ大丈夫。こんなところでどうしたんです？ライムなんて珍しい。いや、どうってこともねえんだけど。もしかして興味湧いちゃいました？全然そういうんじゃねえよ。ぼんやりして巻き込まれたんじゃねえの？違うって。つかお前らこそ何こんなとこでフラフラしてんだよ。俺たちはお仕事ですよ。ライムの連中最近はしゃぐから。それにしても相変わらずお前ら似たような格好してんな。双子見て。双子じゃありませんか。青葉さんはお仕事の方は順調ですか？アイスクリーム屋さんだっけ？ペンギンのエプロンの。あれは1日でクビになったんだっけ？1日じゃない、3日。今はジャンクショップの店員やってるよ。なんだっけ、平等？平凡。もう結構長く続いてるし。青葉さんに平凡なんてネーミング合いませんけどね。ま、もし暴れたくなったらいつでも声をかけてください。うち割と羽振りいいのでおすすめですよ。気持ちだけ受け取っとく。青葉さんの戦ってる姿、また見たいって今でもよく思うんですけどね。そうそう、俺たちファンだからな、青葉の。おっと、ルート44ダメージ250。さあ、いよいよクライマックスか。こら、てめえら！
アクシバー。